うん、お、ごめん、これ返します。揺れる胸、たまらんな。揺れるだけでいいの？いや、リリスみたいなエロい体の子が恥ずかしがっているからいいのだよ。難しいのね。休息を取ってくださいませ。そんなおっぱい放り出して会長もはやと誘惑するつもり？何よバカなこと。無礼だぞエミル・クロスフォード。はい、じゃあ、うん、友達特権でユイの体をめちゃくちゃにしてもいいよ。めちゃくちゃだと？さすがにこれじゃ分が悪いわね。やはり美脚だ。旦那様はわしも好きなのね。綺麗な女の子のパーツはあらかた好き。この風紀が乱れてしまわないか心配だ。授業中のメールのやり取り、ハメ撮りの横行、会長の頭ほど乱れることはないと思うよ。何やってんすか、何やってって首輪。私をケーキ君のペットにしてください。はい。え、個人的にはチンな、危ない、大体単語に言い換えます。松茸が妊娠のキーだと思うのですが、どうでしょう。知りたいのですが。え、高坂さんも同じ考えを？うん、何でも聞いて。ではどんな性癖をお持ちですか？最初にそれ。あ、せっかく乾燥機あるんですし、服乾かしたらどうですか？ああ、服はこれしかない。私に裸になれというのか？違いますよ。さあ答えられないわ。じゃあこれは？これは先輩のパンツですね。なんならちょっとここで履いてもらえませんかね、佐伯先輩。って完全に積んでるし。おい、何を言いやがった。一郎、いいか、私はカナが娘にしたいほど好きなんだ。だから押し倒せ、既成事実を作れ。セードレとか。セードレけど、ヌルヨ2は基本愛ゆえの性奴隷だし、大丈夫か。割と安心だよ。大丈夫、安心。はい、どういうこと？だから二人がもっと過激な仲になれば、私の絡みなんて気にならなくなるでしょ。姉ちゃんが自重すれば済む話だよ。うるさい、そこはかしこまりましたご主人様だろう。かしこまりましたご主人様。私は癒しいメシ豚です。よし、メンテは良好だ。行くぞ。はい、大丈夫でしょ。ん、そうですか。まあ確かに考えたことはあります。血のつながりがなければ恋人にしたいと。気に入っちゃった。あの、でも次はそううまくいかないぞ。お、今なんて。ママなんだ。ありがとう。お、クローディア、ところでこれどこから取り出したんだい？秘密です。絶対に返してもらうものなど。あれで中等部の1年、世界は不公平に満ちている。マコが横で寝ていて、そのあ、布団が届いてなかったけん、ちょっと借り取ったとよ。え、そんな理由？お前のイラストって超エロいよな。あと、サギリ、実は俺ダメー。